日本人は昔から徳を積んで生きてきた。この物語は悪を憎む一人の青年の話である。その青年は正義感が強く、悪事を働く者や人に悪影響を与える者、全てが許せなかった。悪事を見るとその悪と戦い、この世を善で埋め尽くそうと考えたのだ。青年はある日、ムカデに噛まれ激しい痛みに苦しめられた。それからというもの、人に害を与えるものは人類の敵だと、ムカデやハチ、ヘビやイノシシなど手当たり次第に接しをしていた。その数が増えれば増えるほど人が安全に暮らせると得意げになっていたのである。そのうち人は青年を見るとおとなしくなり、青年の前では悪事を働かなくなった。次第に青年のもとには誰も近寄らなくなっていたのだ。気づけば青年は孤独と共に目が覚める日々を過ごしていたのである。そして彼らの話題はいつもその青年の話だった。そうである、青年の善はいつの日か彼らの悪に変わっていたのだ。それでも青年は正義を貫いた。その力は膨張し、誰も立ち向かえなくなっていた。青年はあることに気づいた。人は褒美を与えなければ従わないと。青年は自分の言うことを聞く者だけを重用し、悪と戦う組織を構築していた。また青年に従わなかった者は愚人だと、それを排除した。青年は強大な力を手に入れた。青年は攻められる前に攻めるんだと、心の終わりなき戦いに身を投じたのである。そして青年は国をも動かす存在になっていった。青年は多くの国を占領し、世界制覇の道へと進んでいった。青年はことごとく戦いに勝利を収める。戦いも一段落し、平静を取り戻そうとしていた。しかし戦いで名乗りを上げる者にとっては、それは機会を失うことにつながっていった。次第にその戦いの舞台は外から内へと向かっていった。いつの間にかその不満の矛先は青年へと向かっていたのである。青年はその者たちを捕らえ処刑した。それを見て青年への不満は頂点に達していた。彼らは青年に従わなかった者たちと手を組み、その国の王のもとへ集まった。彼らは王への忠義を示し、宮田のもとに同志を募ったのである。その数は青年を上回ろうとしていた。青年の正義は彼らの忠義に敗れたのである。
このように正義とは価値観によってもたらされ、その正義を貫けば権力を生み、争いの原因になるのだ。多くの国は忠義が正義に敗れ滅びていった。それは忠義を示すその国の王に徳が備わっていなかったからである。2675年間我が国日本は一度も滅びた事実もなく、滅びそうな時には忠義に従い徳を積む宮田のもとに集まった。今日の日本は宮田が自らその徳をお示しになられ、その徳を私たち一人一人が見習い身につけ、徳をもって思いやり、気遣い、人に優しく、最も徳を重んじる国民になったのである。